魚メンバーへの指令リボーン。はあ、皆さん予想していたかもしれませんが、9月28日はふーちゃんこと神崎風花さんのお誕生日です。おめでとう。いくつになられました？18になりました。まだか。そこで今夜は残りのメンバー2人がじゃんけんで勝負。そのあめっちゃ嫌いなやつだ出た。その勝者が神崎風花さんの可愛らしい注目ポイントを思いっきり叫んじゃってください。一番これやらない側が一番強い。歌い方や振り付けの形、仕草、喋り方などなどだって。本当にやだ。全然予想してなかった。予想してなかった。全然気づかなかった。じゃあ行くぞ。最初はじゃんけんぽい。あ、山崎がまた勝った。あらあら、先週も引き続き。今週山崎、じゃあいっちゃう？何だっけ？かわいらしい？かわいらしい注目ポイント。注目ポイント？適当でいいよ、本当に。山崎がは本当きついよね。一番何も害ない私、今日。そうね。待って、ちょっとこれ考えさせて。これからの関係に。そう、結構きついよ。違う、こういうのさ、すぐに出てこないんだよ。わかる。わかる。ちょっと待ってね。かなっちゃんのやつやった気がするな。あれ、そうだっけ？もう覚えてない。なっちゃんの、なっちゃんへの愛を伝えてくださいみたいな。そんなのやったなんか。ちょっとテーマが違った気がする。うん。あー、わかんない。適当でいいんだよ。これ、わかんない。わかんないけど。オッケー、オッケー、大丈夫。よし、じゃあ、私が、神崎風花さんの可愛らしい注目ポイントを叫びたいと思います。注目ポイントじゃなくてもいいですか？可愛らしいところみたいなんでもいいですか？じゃあ、叫びたいと思います。いきます。指伝いでる。可愛くあろうとするところです。伝わりますか？かわいくやろうとするところ。空飛ぶ魚のトマナケソンソン。改めましてこんばんは、空飛ぶ魚の神崎優香です。山崎真奈です。寺口夏香です。というわけで今夜もスタートしました、空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。ここからの30分間は私たち空飛ぶ魚にお付き合いしてください。早速ですが、番組のオープニングに発令されたミッション、お魚メンバーへの指令リボンですが、どういうことですか？どういうこと？なんかそのままなんだけど、うん、なんかちゃんと頑張ってるなって思った。頑張ってないよ。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。やった、ありがとうございます。開けちゃっていいんですか？開けさせていただきます。開けてください、うん、やった。ちなみにですね、お魚メンバーへの指令リボーンが開始されて、うん、先週で20回だったんですけ ど、実はこれまで風花が10回、うん、マナ6回、夏花4回、見事じゃんけんに勝利し、代表者を務めてくれているらしいですよ。風花10回、半分半分やってるんだね、風花。あ、すごい。え、これは開けちゃった。いいんじゃないと思う。こうか。すごい。ん？あれはシールがついてる。テープな。テープな。よいしょ。え、すごい。え、すごい。え、これは、すごい。ブラシですか？すごい。メイクブラシ？すごい。メイクアップブラシセットって書いてある。ありがとうございます。すごい。ぴったりじゃん。こんなのってるんだ。ね、かわいい。ぴったりやっけ？ね、ぴったり。めちゃくちゃかわいい。こういうのめっちゃ欲しかったんですよ。私全部、目とか手でやってたんで、こうやってずっと手でやって、嬉しい。欲しかった、なんか目のやつ。ありがとうございます。やった、おめでとう。ありがとうございます。18歳だ。抱負をどうぞ。ぜひ18歳の抱負、うん、なんだろう、18歳っていうか、うん、あともうちょっとで高校生活が終わっちゃうから、うん、高校生活をなんか最後あとちょっとだけど楽しみたいなって思いますね。いいですね、うん、素晴らしいです。はい、ということで
こんな風に私たちに言ってもらいたいセリフや叫んでもらいたい言葉をお魚メンバーへの指令リボンまで送ってください。ということで今夜は配信限定シングル流星の行方のお話をしたいと思います、うん、はい。そう、この曲はあのスマホアプリ、うん、あのダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかメモリアフレーゼの何主題歌、うん、になるんですね。この曲が、うん、ありがたいこと本当にあのダマチの2の、うん、あのエンディングもやらせていただいて、うんうん、スマホゲームも、ね、すごいね主題歌もやらせていただいて本当にありがたいですね。すごい本当にこの曲の印象とか話す、うんうん、印象とか話すか、うん、印象これのさジャケットは実際行ったのかな、誰が行ったの、写真撮りに行ったのかね、うん、なんか本物の森だ、すごいこんなところがあるんだ日本に、うん、なんかジャケット、ね、線路みたいな、うん、なんか見た、あ線路、宇宙でも宇宙みたい、遠くから見ると最初宇宙かと思ってた、うん、えこの辺から見たら、ね、今遠くから見たなんか逆さまで見たら宇宙みたい、うん、遠くから見たら遠くから見たら、ね、すごいなんかこう、うんうん、やつみたい、そうだね、すごい、なんか文字の感じも好き、うん、カク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 、なんか星つないでるみたいな感じ、すごい、あ本当だ、あそういうことか、え違うよ、あそういうこと、絶対違うよ、今だってめっちゃ適当に適当に言うなって、ごめんなさい、ごめんなさい。でもなんかこの曲すごいなんか壮大なやつ、うん、そうね、あれそれその曲、そうそうそう、あの最初がドゥ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 、あそれもいいのか、もういいか、あ大丈夫大丈夫大丈夫、切る切る切る、どうせすぐ流れないって、あと2分ぐらい、そうかどうせあのどうせ今日はね初めてそれを流すからね、だから大丈夫、あ大丈夫、その最初がすごい最初が壮大だよねっていうね、まあ、口で言っても伝わらんから大丈夫、そうそうそうそのドゥ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 がすごい印象的だね、でも確かに、確かに好き好き、めちゃくちゃね、あえでも違うわ、もう一回やってるんだこれライブで、ああそっかやってる、じゃあ知る人、知ってる人は知ってるんだ、あえやって、ああそうだこれ、あそうだ、そうかそうか、なんならそうだね、なんだ言ってたわ、じゃあ言って平気だったね、全然平気だったやん、でも言っても伝わるかどうかね、一回じゃ分かんないけどね、絶対、うん、このさ曲レコーディング3回くらいした、うん、しかもなんか部分部分で分かれて、そうだよね、あと歌詞変わったよね、歌詞も変わったしね、もうだから確かに、もうわっなんか完成されたのを聞いて、うん、ああこうなってる、しかもその時違うレコーディングとかもやってたじゃん、ね、そうだ混ざっちゃってる、そうしかもそれで部分部分全部部分部分、そうだだからさ、そうだそうだ本当に何の曲と繋がってんのか分からないけど繋がって、ね、でもいい曲、この曲すごい好き、めっちゃ好き、ね、めっちゃ好きかも、うん、そうなんか、そっかそっか、曲の展開っていうの、うん、なんかボイトレの先生も言ってたけどさ、うん、普通は A メロ B メロとかサビみたいな感じじゃん、うん、だけどなんかすごい読めないじゃん、魚の曲、確かになんかそれがいいよなって思った、多分まださ聞けないけどさ、うん、私後半のところが好き、どこサビの後、後半のサビの後みたいな、かぶさって入るところ、そうそうそう、 あそこね、あれがすごい好き、みんな好きだよね、でもみんな好き、あれは、うん、あれはめっちゃ好き、早くあれをみんな聞いてほしい、うん、そうね、あでもライブの人は聞いてるんだ聞いてるそうか、じゃあライブに来た人しか聞けないな、うん、まあまあ10月10日にあれだから、だからあとちょっとだ、あとちょっとだよ、あと15日くらい、うん、うん、分かんない、15日計算できない、14日、うん、あと14くらい、お分かんない、ね、2週間くらいかな、2週間くらいで、そうしかもそれこそ断面も、ね、アプリの主題歌、嬉しい嬉しい、すごいね、ねすごい嬉しい、なんかすごいよね、最初はさそれを聞いてさ、うん、聞いた時はさなんかどういう曲なんだろうって思ったけど、うん、それこそその断末にあったすごい壮大な世界観っていうか、うん、ね、な感じですごい、ね、いい感じだと思いますね、私もそう思います、わかります、というわけで配信限定シングル流星の行方の話でした、ということで大変お待たせいたしました、ラジオ初オンエアとなる私たちの新曲をお送りしちゃいます、10月10日に配信リリースされる空飛ぶ魚のナンバーで流星の行方、好きなものは好き、
毎週このコーナーでは番組を聞いてくれているリスナーさんに自分が好きなものを猛アピールしていただき、最終的にどのくらいその思いが伝わったとか共感できたといった度合いをお魚数1から100で発表させていただいています。ちなみにですね、先週までの過去20回のお魚指数の合計は1138で、共感度の平均指数はなんと 56.9 となります。高い、すごい高いだって半分より上だよ。あ、そうね、よ、極端なんだよね私たちが、うん、めっちゃ低いか100か、うん、そう確かに、まあ、まあまあ、ということでね、それでは番組に届いたメールをご紹介します。宮城県ラジオネーム爆睡魔王さん、好きなものは好き、それは餃子です。中でも我が家の母が作ってくれる餃子は絶品、何個でも食べれてしまう感じです。ラーメン屋さんとかでももちろん食べますが、何かが微妙に違うのです。多分この餃子が僕にとってのおふくろの味なんだと思います、うん、かっこ皆さんにとってのお母さんの味って何ですか、だそうです。うーん、はい、あの、はい、餃子は多分世界で一番私のおばあちゃんが美味しい。マジで。本当に。これは自信あり。おすごい。食べた。マジで美味しい。いつも余ったら持ち帰りする。いいな。え、めっちゃ美味しい。本当に。餃子大好き。餃子が好きってこと、うん、なんかそのお袋の。好きなものは好き。うん、それは餃子です。餃子ですが、餃子。手口も餃子好き。めっちゃ好きかな。中華料理が好きなんだけど。中華料理はめっちゃ好きだけど、餃子も餃子があんま好きじゃない。あ、そうなんだ。おい、そういうこと言うんだよ。でも言わなきゃさ、まあそうね、ダメじゃん。なんか、小籠包とか、うん、まあ、シューマイもすっごい好きってわけじゃないんだけど、小籠包はめちゃくちゃ好きなの。わかる、うん、なんだけど、なんか、餃子はなんか、美味しいけど、うん、そんな、好きじゃない。辛いのは好きじゃない。胡椒が効いてるやつとか、ニンニクが効きすぎなのが嫌。ニンニクが効きすぎなのあんま好きじゃない。私もそう。それが多分最初に食べた餃子だったから、そのイメージが強くて。そう。普通に台湾、まあ、行ったじゃん、うん。食べた時美味しかったんだけど、うん、そう、そんな、すごい、自分からはあんま食べないかな。あったらまあ食べるけど。でも私結構、ラーメンと餃子頼んじゃうかも。うん、同じ同じ。結構食べちゃう。あの、すごい餃子って美味しいんだよ。なんか多分美味しいって言ってる人の気持ちは分かるんだけど、うん、その味があんま好きじゃない。なるほどね。もともと手矢口はまあそれなりに好きなんで、うん、75くらい、うん、1億。1億はないです。100が最大です。100じゃあ100、じゃあ30減らそう。30減らす、じゃあ70。ふかは40、あ、ごめん、ふかは40くらいだった。ふかは40くらい、うん、あ、じゃあ60に下げる。え、結構だけど、でもそれは70でいいんじゃない。それ70でいい、うん、分かった。170。じゃあ、それでは発表します。ラジオネーム爆睡魔王さんの好きなものは好き、餃子に対する熱き思いはお魚指数70です。はい、というわけで好きなものは好きでした。ではここで一曲をお届けします。私たち空飛ぶ魚のナンバーで燃えない呪文。東京浜松町の文化放送からお届けしている空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン。ではここで番組に届いたメッセージをご紹介していきます。はい、千葉県ラジオネーム無敵艦隊さん。はい、お魚メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。実は以前からお魚のみんなスクーター似合うよなって思ってたんです。そうですか。冷たい。はい、皆さんは日常の足としてのスクーターに興味ありますかっていう感じだそうです。興味あるかないかで言ったら別にない。だって免許持ってないし。え、なんか興味あるかないかっていうよりかは、うん、足としてっていうならいいんじゃないかなとは思うよ。私セグウェイがいいな。いや、そんなん言ったらまだバイクがいいわ。あ、なんか写真ある、見たよね、さっき。これがスクーターですってね。そう、これがスクーターです。スクーター乗ってる女の方の楽しそうな写真。スクーターめっちゃ嫌なんだよな、この人。何故さ、スクーターが似合うと思ったんだろうね。でも思った、ね、しかもみんなでしょ。うん。
思っちゃった想像したことないよ、ないよね、スクーター乗ってるのなんて。確かに、あのうんそうね、これでもまたがないタイプなんだね、うん、なんかスクーターってすごい ね、 ね、初めて知ったよ。なんかこれ走ってるのあんま見たことないかも、あんま見ないかも、うん、銀玉でしか見たことない本当にその通り、金さんが乗ってるやつなら乗りたいけど、うん、なんかバイクの後ろとかなら乗ったことある、あそうそう同じ同じ、ね、私はバイクに乗りたいです。なんかさっき話聞いちゃってなんか怖くなってきちゃったスタッフさんの、なんか雨に濡れたら痛い、痛いとかね、暑いとかね、うん、まあまあそんなん言ったらねしょうがないけど、冬とかさ風痛そ う、 痛そう、冷たくてめちゃくちゃ、ね、怖い。でもさ、ね、こんな杉じゃないでしょ写真みたいな感じで、まあ、確かに。えでも顔にさ、顔全部あれしてるわけじゃないじゃん、防寒。でも冬は防寒でするんじゃない、つけるんじゃない、もうまあ全部、うん、さすがにきつくない、よじゃないと顔面ヒリヒリ痛いよ風が本当にやばそうだけど、凍っちゃわないのかね氷もなんか分からんけどで夏はさ、さっき言ってたけど止まったら絶対暑いじゃんね、うん、そのスクーターの熱やだ ね、 ねえ、っていうか以前からって書いてあるんですけど本当にいつ頃からですかそれはいつからそんなスクーターが似合うって思ったの、ね、どれきっかけだって、スクーターと空飛ぶ魚の結びつかなくない、うん、つかない何を見てそう思ったのか、スクーターなんだね、しかもバイクとかね、そうなんだね、なんかちょっとかっこいいバイクブンブン乗り回したいよね、バイクブンブンやりたい、スクーターよりはバイク乗りましたでも逆にそういうとこなのかな、バイクとスクーターって比べたらうちらはスクーターみたいな、なんじゃない、え、じゃあなんかそんな弱々しいと思ってなかったら別にスクーターが弱々しいわけではないが、だからうちらはもうこんなんじゃないじゃん、ブルーム系じゃ、私はなりたいよなりたい願望だけでイメージはもうこっちなんだよ、なるほどね、もっと乗り回した、あのさ、イカつくならない、あのルパン三世のさなんでそれを例にするの、なんだっけ、峰藤子ちゃんみたいな、うん、イメージ、あれはかっこいい、ね、いいよね、なるほどね、ああいうイメージよ、多分現状はうちらそういうイメージは全くないと思う悲しい、なんかおじいちゃんがあのバイクを持ってるんですけど、うん、それがかっこよくて、うん、そういうのをあの乗りたい、うん、おじいちゃんのバイク真っ赤なんだけど、え、かっこよ、そう、めっちゃかっこいいの、私ワインレッドみたいな、ね、あ、そう、ワインレッドはいい色よ、そう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 乗る前提で話しちゃってるけど、ね、乗る前提だけど、え、でも普通に免許取れるなら取りたい、だって楽じゃない、きっと、確かに、わかんないけど行動範囲は広がるよね、うん、え、だって渋滞してもバイクとかならスルスル行けるんだじゃない、わかんない、あ、いけるのかな、いけるんじゃない、隙間から、わかんない、なんか違反なんだって、あ、そうなんだ、わかんない、アニメとかで、ね、アニメとか映画でしか見たことない、そう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 、逃げてる時じゃあ違反なの、あれめっちゃによくないよ、やばいじゃん、え、できると思ってた、え、ね、そういうものだと思ってた、そうそうそう、違うんだ、映画の知識信じちゃダメなのね、なんかね、ギュン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 って、ね、そうそうそう、なんなら飛ぶから、なんなら飛ぶ、車の上からボン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 っていくやるよねやばいそのイメージしかないもんだって逆に、まあまあまあ、そうなんだ、違反だったんだ、じゃあやめてくださいやめてください、まあ、乗れたらいいですねって感じだね、そうだね、じゃあそんな感じで、はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。放送からお届けしてきました空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン、そろそろエンディングのお時間です。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。お魚メンバーへの指令リボンや好きなものは好き、その他私たちに対する質問や相談事など何でも OK です。メッセージの宛先はアルファベットすべて小文字で空飛ぶ魚@joqr.net です。たくさんのメールをお待ちしています。ではここで空飛ぶ魚からのお知らせです。はい、10月10日に配信限定シングル流星の行方をリリースします。これはアプリゲームの男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかメモリアフレーゼというアプリの主題歌となっているので、ぜひ皆さん10月10日楽しみにしていてください。そして11月13日に
メジャーサードシングルフラッシュをリリースします。はい、この曲はテレビアニメハイスコアガール2のオープニングとなっていますので、皆さんこちらもどうぞよろしくお願いします。その他詳しい情報は空飛ぶ魚のオフィシャルサイトやツイッターなどで確認してみてください。はい、ということでお別れの時間になってしまいました。はい、はい、うん、ふか18歳、おめでとう、おめでとう、もうすぐおめでとう、まだ一応17だけど、まだね、28 わ、たったこうやって覚えてる。ふうかは9月だから8で、えって覚えてる。9月、あれ夏か19だよね、確かよ。だから8月だから9って覚えてる。え、全然わからない。なんで、何その仕組み。え、なんで、同じ数字じゃない。まなちゃんの誕生日は15、まなは同じ、え、15、6月15、おい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 、待って待って、間違って、12、まなちゃんと間違えたら10、マジみんなふざけてる。え、ちょっと待って、16だよ、思ってるね。違う、まなは同じ数字なんだ。あ、同じ数字なんだ。まなは同じ数字で、ふうかとなすかぎ逆なんだ。覚えやした。5年一緒にいて誕生日覚えてなかった。16年覚えてたけど。でも聞いて、まだ去年まで覚えてなかった。みんなの誕生日。そういうもんだよね。あ、ということで18歳楽しんで。ありがとうございます。というわけで今週もありがとうございました。それでは空飛ぶ魚の飛ばなきゃソンソン、この時間のお相手は寺口夏香と神崎風花と山崎真奈でした。バイバイ。